以上お届けしました505ゲームズヘッドラインニュースでした。それでは続いてのコーナーへ参りたいと思います。100英雄伝 &100 英雄伝ライジング最新情報。さあ、ということでようやくゲストの皆さんがいらっしゃってくれました。まずはご紹介順番にさせていただきたいと思います。まずは2020年キックスターターゲーム部門で最も資金を集めたプロジェクトであり、2023年発売予定の RPG 100英雄伝の開発スタジオラビット&ベアスタジオズの代表であり、同作のゲームデザイン、そしてメインシナリオを担当されてらっしゃいます村山義孝さんです。どうも、ラビット&ベアスタジオズ代表村山義孝です。あ、村山義孝です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、そのラビット&ベアスタジオズにて100英雄伝とその前日譚100英雄伝ライジングでキャラクターデザイン担当されています川野純子さんです。はい、キャラクターデザインを担当しました川野純子です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということでね、もうあの伝説的にもなっている幻想水滸伝のお二人が再びタッグを組んでというそんなタイトルになっております。さあ、続きましてリモートでのご出演となります、100英雄伝ライジング開発夏目あたりの鈴木邦夫さんです。夏目あたりで開発プロデューサーを務めております鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、同じくリモートでのご出演です、100英雄伝ライジング開発夏目あたりの金目俊明さんです。はい、夏目あたりの金目です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと皆さん遅いですよ、一人でずっとちょっとお届けしましたけど、いきなり豪華になって、いや頑張ってるなと思って、いや頑張ってる、もうちょっと早くね、ちょっと一緒にやりたかったんですけど、ぜひちょっとここからはね、皆さんのお話メインにお届けできればなということで、お届けしてまいります。注目タイトルであります100英雄伝、そして100英伝ライジング、最新情報をお届けしてまいります。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、村山さん、今日は何をまずご紹介いただけるんでしょうか。はい、今日は映像の方を持ってきましたんで、はい、まずはそちらの方を見ていただきたいと思います。どうぞ。さあ、ということで映像をご覧いただきました。はい、僕らは今、100英雄伝という RPG タイトルを制作中なんですけれども、今見ていただいたのは100英雄伝ライジングという、100英雄伝のスピンオフのタイトルになるアクション RPG のティザートレーラーとなっております。そのね、あの100英雄伝の方の前日談になるということでしたけど、その本編の方はいわゆるもうザ RPG の、はい、ザ RPG と言われるようなジャンルなんですけど、こっちはアクション性高そうでしたね。そうですね、タイトルとしてはアクション RPG ではあるんですけれども、一応スピンオフという形なんで、ちゃんと RPG を遊ぶような人たちでも遊べるような形を、ちょっとお願いして、夏目さんの方で結構ねフォローしてもらってると思うんですけれども、鈴木さんどうですか。はい、そうですね、ちゃんと僕たちだけで調整してしまうと結構難しくなってしまうと思います。村山さんたち
ご意見いただきながら RPG のユーザーの方でも楽しめるようにしてますのでご安心ください。結構ツイッターの方では心配されているポイントですので、はい、安心してください。はい、はい、なので村山さん今回ラビット&ベアスタジオズと夏目あたりさんのコラボというか。そうですね、はい、まあ、僕らが百英雄伝、RPG を、キックスターターという形でスタートさせたんですけれども、はい、まあ、通常ゲームだと発売日の、まあ、半年ぐらい前にその発表して発売いくとかっていうのが多いんですけれども、うん、今回キックスターターでスタートしたんで2022年、去年にまあ内容的には発表して、はい、発売がかなり先になっちゃうと、うん、でその時にその間を、まあ、時間的にかなりあるんで埋めるようなことが、提供できないかなっていう話が、まあ、まあいろいろ企画的に盛り上がったりとかもあって、まあまああとね、あのブラッドステインとかそのコンパニオンゲーム、はい、まあ、スピンオフゲームみたいなのやってて、はい、まあ、五十嵐さんがやってるんで、うん、ちょっと真似しようかなと思ったんだけど、まあ、いろんな、ね、ゲーム性とタイトルでこう世界観をね、はい、トータルで構築すると。そうですね、少し先に見せるみたいな部分をやろうかなと思って、はい、それでいろいろとそのお願いできる会社さんをちょっと、探してもらった時に、はい、夏目あたりさん その名前が上がってきて、うん、いや僕的にすごく夏目さんっていうのはなんかすごく信用できるメーカーだなっていうのがあって、それでちょっと夏目さんにお願いできるんだったらぜひぜひやりたいなという形で実現したというような状況です。そんな、ね、経緯だったんですね、はい、そして、ね、あの VTR にもありましたけど、こっちの百英雄伝ライジングのシナリオは村山さんではなくて、女神異聞録ペルソナやペルソナ2罪罰、そしてカリギュラ、カリギュラオーバードーズなどいわゆる JRPG のシナリオを主に手掛けてらっしゃいます里見忠さんが担当されるということだったんですが、このあたりどんな経緯だったんですか。あ、そうですね、あの里見とはね、かなり古くからちょっと友人で、はい、まあまあなんだろうな、飲み友達ぐらいのえらいカジュアルな関係値が出てきましたけど、最近はねちょっと無理なんだけど、はい、まあそうですね、昔は結構その飲みに、はい、里見ワインとか好きでいいワインとか持ってくるんですよ。なるほど。でもね、それをねちょっと結構ねガブガブって飲むんで、はい、ちょっとお前に飲ますのはこうもったいないとか言われたりとかでも本当に仲間なわけですね。そうそうそう、はい、で今回その、まあ、本編が RPG で、うん、もちろん ストーリーとか世界観とかを、はい、結構重要なタイトルで、はい、そのスピンオフっての時に、まあ、僕の中で一番信用できる相手に頼みたいっていうのがあったんで、里見にぜひで、それで受けてもらえたというような形になってます。なるほど、まさにね、ちょっと水光伝的に仲間引き入れて、どんどんね、本拠地強くしてというね、そんな感じの話もありましたけれども、今日はね、スタジオにちょっとあの里見さんはいらっしゃらないということで、詳しい説明いろいろお預かりしましたので、そちら元にご紹介していきたいと思います。村山さん、そして川野さんからもね、関連する補足、裏話ありましたら、ぜひお願いいたします。まずは、百英雄伝ライジングについてどんな作品なのかご紹介いたします。こちらご覧ください。さあこちらライジングの舞台は百英雄伝本編の舞台となるオールラン大陸の辺境にある小さな町ニューネバーです。オールラン大陸では強大な軍事力を誇るガルディア帝国と多様な小国の集まりである諸国連合がしのぎを削っているんですが、ニューネバーは帝国領と接する諸国連合の寒冷地の火山帯にあります。ニューネバーは鉱石の採掘で細々と収入を得る寂れた田舎町だったんですが、数ヶ月前に起きた地震で町の地下に古代の遺跡が発見され、一攫千金を夢見る冒険者や商人たちが世界中から集まり、にわかにお宝ラッシュに活気づくようになりました。百英雄伝の世界ではローレンズと魔導レンズという魔法の源になる遺物と古代遺跡が世界観とストーリーのキーになっていますので、そのレンズが見つかるということで誰も彼もが血眼になっているという、そんなストーリーだということです。村山さんいかがですか。そうですね、まあ、百英伝ライジングの方は百英伝の世界観への、まあ、導入になるようなゲームになってほしいなということで、まあ、世界観が同じで、まあ設定的にも、魔導レンズという設定が、今回の世界観で重要なんだけれども、そちらも出てくると。でその中で里見の方で
どういうのを作りたいのっていうような話をしたら、西部劇かなとか言ってて、ほうほうファンタジーで西部劇かみたいな話があったんだけど、まあその辺ちょっといろいろと揉めたりしつつだからちょっとゴールドラッシュっぽい感じのね、そうお話がそういうイメージがあるんで、あのちょっとレッドデッド リデプションかな、はい、とかいうような話をしながらしてて、いいですね、ちょっとそういうのを少し入ってきてるような世界観に、うん、ライジングの方はなってます、はい、そんな中の世界観でどんなストーリーなのかこちらもご覧ください。さあということでストーリーですが、古代遺跡と魔導レンズをめぐる血湧き肉踊る冒険と街づくりがライジングのストーリーの骨子になっています。主人公たちは遺跡でお宝を見つける傍ら、地震で被害を受け財政難に苦しむ町の復興にも尽力していきます。その過程で遺跡の発掘に反対する人々と冒険者たちの軋轢を解決したり、お互いが宝を追い求める理由を知り関係を深めていきます。実は町の地下にある遺跡にもある秘密があって、その秘密は登場人物の一人の運命に深く関わっていることが次第に明らかになっていきます。そんな宝探しの冒険の裏ではやがて世界を揺るがすことになる陰謀がうごめいており、そうした百影幽伝本編とのつながりもちらほら散りばめられています。ということで今ね先に出ましたけど、こちら初公開のキーアートにもなっております。いや村山さん、本当にワクワクするような設定でありストーリーになってますね。はい、ストーリーの方はさとみの方にお願いして、うん、書いてもらって、はい、戻ってきてよしっていう感じで、もうそこはじゃあもうしっかりと納得するようなっていう話ね、ストーリーが出来上がってるということです。そしてねキーアート、出していただきましたけれども、はい、河野さんこれ素晴らしいねキーアート出てきましたけど、どんなところをイメージして書かれたんですか。これはあのジャンルが本編とは違ってちょっとアクション RPG だということもあって、なんだろう、ちょっと血湧き肉踊る感みたいなものをちょっと表現できたらいいなみたいな感じでちょっと対比させてみて書いてみました。はい、キャラクターのデザインもね本当に魅力的な2人がキーアートに描かれてますね。ちょっとカンガルーが小さかったんでちょっと こちらにいますね、ごめんなさい、映ってますね、たくさんね、すいませんでした。でちょっとね採掘なのか、やっぱその左のね登場人物はピッケルのようなものを手に持ってますね。はいはい、クライミングアックスですね、うん、この彼女の武器なんですけど、まあ、その辺の活躍もちょっと期待してほしいなと思います。はい、ということでねこのあたりも注目していただければなと思います。さあということで魅力的なキャラクターたちも見ていきたいと思います。さあライジングのためにデザインされた主人公3人と本編からのゲストキャラ7人が主な登場人物となっております。宝探し屋である一族に誇りを持っている JB とニューネバーの町長代行イーシャは共に16歳の少女です。彼女たちに力を貸すことになる獣人の傭兵ガルーはふてぶてしい中年のおっさんです。彼らはそれぞれの目的で遺跡の宝を求めており、すったもんだの末やがて頼もしい宝探しの仲間になっていきます。 JB はスピードタイプ、ガルーはパワータイプの戦士、イーシャは魔法使いで、この3人を状況に合わせてスイッチ操作していくことでゲームを進めていきます。彼らが冒険の末にどんな宝を手に入れるのか注目していただければというふうに思います。さあということでキャラクターデザイン担当された川野さんにお聞きしたいんですが、キャラクターで特にこだわったところはどんなところになりますか。あのガルーなんですけど、一応おっさんなんですけどなんか袋 つけてくれみたいなリクエストがありちょっと苦労したりとかですね、まあなんといってもカンガルーだって言われたんでとりあえずまず動物園に行きました。あ、じゃあまず実際に本物見に行ってはい、わらびですけど、わらびでそれがねそのまま反映されているということでね、はい、カンガルー有袋類なんでお腹もねちょっとなんかこう袋というかそうですね入れるところがちゃんとついてますね。はい、はい、ということでもあります。さあということで続きましてはこちらです。さあということで大事な本編とのつながりなんですが、先ほど申し上げた通り本編から7人のゲストキャラたちが登場します。ライジングの3人の主人公たちも本編に登場します。主人公たちが追い求める魔導レンズやローレンズは本編世界観の根幹をなすアイテムになっています。またライジングのストーリーの背後で本編につながる陰謀が進行しており、その一端を垣間見ることができます。いや村山さん、本当にねそのままつながっていくという前日談になってるわけですが、その他に何かお伝えできる情報などございますか。そうですね、今あったようにあの百影幽伝本編に出てくるキャラクターの、まあ、顔見せ、百影幽伝本編の方は、まあ、名前の通り100人以上の英雄のキャラクターが出るんですけど、そのうちの、まあ、7人、こちらのライジングの方でちょっと顔見せして
ここでそうですね、本編の方もそうなんですけれども、仲間が集まってきてその強くなっていくみたいなところの、まあ、スピンオフで、まあ少し形を変えて表現されたらなという感じのつながりになってるんで、まあ、考え方もやっぱりそのつながってるっていうようなところはあります。先ほどね登場した3人もしっかり本編にも出てくるということ で、 そうですね、これはちょっとぜひね、はい、遊んでおきたい、そんな作品になっております。さあ、その100英雄伝ライジングですが、本日は初公開となるゲームプレイの映像を開発スタジオの夏目あたりさんよりお持ちいただいたということで、早速こちらご紹介いただけますでしょうか。はい、ではお楽しみください、どうぞ。さあ、ということでね、実機の映像、実機ではない、プレイ映像ね、今ご覧いただいているんですけれども、いや、これちょっとめちゃくちゃ村山さん綺麗ですね、グラフィック。そうですね、まあ、いわゆる、まあ、最近言う、2.5D みたいな形で、はい、百遊伝本編の方でもそうなんですけれども、まあ、見ていただいているようなドット絵のキャラクター、そして、まあ、2D での、プレイのしやすさと、それにプラス、まあ、最新の、グラフィック技術を融合したような形を追求できないかなというふうなのを考えていて、まあ、本編もその形なんで、ぜひそのライジングの方でもそういう素敵な映像を作ってくれないかと夏目さんにお願いして、今やってもらっているのがその成果なんですけども、鈴木さん、倉木さん、どうです、大変差はどの辺にありますかね。そうですね、まあ、PC で、Steam、まあ、PS5 とかターゲットなんですけど、すごくグラフィックに力を入れられるところで、まあ、楽しんで作ってるところであまり苦労はないんですけども、まあ、どちらかというと、まあ、後々紹介します。本当にスペックの低いところで、十分アクションが楽しめるように、まあ、作っているところが、まあ、これからでもあるんですけども、苦労というか苦労かなと思っています。はい、頑張ってくれてると、かなりシンプルにまとめましたね。はい、いやでもね、本当にその光の感じとか、テクスチャーのね細かさとか、すごくね、この岩とか光綺麗ですよね。はい、僕の方からの指示は、はい、素敵な感じにしてって非常にシンプルなね、はい、オーダーに。鈴木さん、答えの大変そうですね、このオーダーは。本当になんか表現力ある、まあ、スペックのいいマシンであったりとか、デザイナーの方もやりがいがあって、かなり楽しみにします。いや、どんなね、先ほどプラットフォームでってお話ありましたけど、結構ね、これ想像よりキャラクターやっぱ切れ替えるタイミングとか多いんですね。そうですね、まあ、アクションとして、はい、そういう切り替えで楽しんでいくみたいなところも、うん、システム的に重要なんですけど、これその、まあ、RPG ファン、そのね、ラビットベアのスタッフの中にはちょっとアクション的にいい感じにアクションのできないスタッフがいて、この人にぜひクリアできるようなものにしてくれと、その夏目さんにお願いしてて、はい、このスタッフとしてなんかオブザーバーとして貸し出すんで、なんだろうな、この切り替えなんかもね、こう連打ぐらいで出るようにしてほしいなとかね、ちょっとお願いしたりしてるんですけども、どうでしょう鈴木さん。かなり前プレイしていただくのを確認して、難しいのは結構難しいなすごく分かりました。これでもキャラクター3人いますけど、各それぞれボタンに割り振られて、ボタンを押すだけでそのキャラクターに勝手にチェンジして攻撃するっていう状態にはなってるんですけど、タイミングが難しいところもあったりします。このあたりは動いていただきながら調整してきますので、はい、ご安心ください。はい、でも本当にもうザ・ RPG のファンでも進んでね、はい、プレイできるということで、これちょっと炭鉱っぽいね、炭鉱というか先ほどの採掘場っぽいね、はい、感じも
雰囲気出てます。そうですね、まあ、今回の映像的にはその、まあ、できてる部分というのがあるんでアクション RPG の部分が多いんですけれども、その素材を集めてその、まあ、キャラクターに市長代表のイーシャっていうキャラクターがいるんですけど、彼女の率いてる町を町おこししていく、村おこししていくみたいなところがあって、それによって最終的にはキャラクターが強くなるような部分があるんですけれども、まあ最高、こういう鉱山とかみたいなところで資材を集める、はい、アイテムを集めるみたいなのはあります、うんうん、あ、そうなんですね。それで町がね、こうなんか最初ね地震から復興っていうところもねストーリーにありましたけど、はい、そこがじゃあやっぱ背景として大きくあるんですね。そうですね、そういう部分を見せていきたいなと、うん、いやでもそれぞれのねこう技というかエフェクトもかっこいいですね非常に綺麗なものが見られました。はい、頑張ってもらってる。いやそのね感じが夏目あたりさんのね、はい、もう全力が出てる感じが、僕はそこはお願いしてる方なんで、はい、出てましたね。ということでね、プレイ映像もご覧いただきました、はい、さあということで村山さん、こちら、ライジングそして百英雄伝の本編の方両作品についてお知らせがあるということなんですが、そちらお願いできますか。はい、本日は百英雄伝ライジング、そして本編である百英雄伝のリリースについてのお知らせを持ってきました。どうぞスライド、まず百英雄伝ライジングですけれども、プラットフォームプレイステーション5、プレイステーション4、 Xbox シリーズ XS、 Xbox One、 そして PC の Steam、 Epic Games、まあ、こちらの方は、発売日からゲームパスで遊べるような形になるんですけれども、あとまあこれは今回初出しになると思うんですけれども、任天堂スイッチでの発売も、百英伝ライジングの方は、はい、確定しましたので、こちらの方でも楽しんでもらえるんじゃないかなと思っております。こちらは、ね、同時リリースになると。はい、そうです、ね、よろしくお願いします。はい、リリースは2022年の春を予定しております。そして本編となる百英雄伝に関してこちらご覧ください。さあ、百英雄伝ライジングと同じ多くのプラットフォームでの発売予定しております。そして任天堂スイッチ向けにも今リリースできるように鋭意調査中ということです。こちら百英雄伝は2023年発売を予定しております。山根さん、こちらも楽しみですね、スイッチ。はい、そうですね、キックスターターの時から任天堂ハードでの発売も約束していたんですけれども、この任天堂ハード、ぜひ任天堂スイッチでも出したいなということで今調査中です、うん、まだ、確定ではないんでお約束できないんですけれども、こちらの方も決まり次第発表しますんで、ぜひぜひ情報の方を見ていただきたいなと思っております。はい、ぜひお楽しみにしてください。さあ、さらにお知らせ続きます。こちらご覧ください。村山さん、お願いします。はい、百英雄伝の日本語公式ツイッターの方を開設しました。今まで、グローバルに、百英伝の公式ツイッターはあったんですけれども、日本向けのツイッターということで、ぜひぜひ皆さんこちらの方フォローをお願いいたします。はい、ということでぜひねこちらのツイッターから最新情報をいろいろと得ていただければなと思います。さあ、それでは最後になりますが、ゲストの皆さん代表して村山さん、本日いかがでしたか。はい、台風の中、はい、一生懸命来ただけの会話あったかな、はい、と思います。いや本当にねストーリーもそうですし、ちょっとグラフィック先ほどねゲームプレイも見ていただきましたけど、これは絶対ね本編の前にちょっとプレイしていただきたいですね。そうですね、そのまあ、スピンオフではあるんですけれど、本編の百英雄伝のまあスピリッツみたいな部分が詰まった、ギュッと詰まったようなゲームになってくれるんじゃないかなと思っております。はい、ということでぜひねこちらのライジング、そして本編の百英雄伝の方も楽しみにしていただければなというふうに思います。さあ、ということで本日はゲストの皆様、そして夏目あたりのお二人もありがとうございました。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 ということで以上、百英雄伝、百英雄伝ライジングの最新情報でした。さあ、ということで番組も終了のお時間となりました。15周年を迎えた505ゲームズから目が離せません。それでは東京ゲームショー2021オンライン505ゲームズタイトルショーケース以上となります。それでは皆さん、またゲームの熱い場でお会いしましょう。さよなら